はい。えー、っとですね。今回の動画はですね。えー、っと、半年で、えー、100万円貯めたっていう話です。あのー、自分、愛知来る前に、えー、栃木にいました。栃木に行ってたんですけど、八王子、えー、で、えー、から出る、出た、出て栃木行ったんです、ね。で、栃木の、あのー、イスズ自動車。はい。まあ、藤沢にもあるんですけど、自分栃木の方で。 えー、帰還後、帰還従業員で、あのー、行きましたと。はい。で、行ってですね。で、いすの場合は、今どうかわかんないですけど、3ヶ月おきに満了金っていうのが21万円、えー、そうですね。3ヶ月、働いた3ヶ月後に、その月の給料プラス21万円満了金という形で支払われてたんですよ。で、自分、 やってたのは、重重30っていうルールを自分に課してたんですよ。重、は、重、い、30。これどういうことか。この3ヶ月ルールでやってたと。えー、貯金をし,し,し,してましたと。で、まあ当時のね、あのー、通帳を探したら出てきたんで、ちょっと見せますけど、栃木あの、栃木はね、 えー、足銀という足利銀行と、栃銀という栃木銀行ってなったんですけど、自分、こっちメインですね。こっちもちょっと見たらちょっと入ってましたけど、今通帳金入してないだけで、あの、これちょっと後ろ見せますけど、これは足銀。前見せると自分の名前入ってるんで、これ栃木銀行。で、これ通帳金入こっからしてないんで、こういうことです、要は10。十、十、三十。 十十三十。ここでもう百になったんですね。はい。これが十十三十ルール。あのー、要はどういうことか。えぇ、ー、万両月でない月は、これ必ず十万貯金してたと。で、満了月は、この必ず貯金してる十プラスですね。 プラス万領金の21があるんで、これに20足して30にして貯金してた。だから、先ほどの、えこの10、10、30っていうルールをやってたと。で、基本的に、 その結構生活苦し、ギリギリでしたけど、ディスカウント系の安い店で食費を節約してたんです。あの当時ね、自分その工場に、いすずの栃木工場に近い、えー、とこで大平下の方ですかね。あのー、えー、岩なんとかっていうとこ、あの、量が、僕の時は寮に入った人もいるんですけど、量がいっぱいだったんで、で、そういう人はレオパレスかなレオパレスかな 大平下のレオパレスの方で、あの、振り分けられて入ったんですよ。で、沖縄の人も7人ぐらいいたんですね、自分の同期。だけど、続いた人はあんまりいなかったですね。あの、3ヶ月で辞めた人もいましたね。割に合わない仕事なんですよ。あの、だから、満了金もらって、あの、飛行機で沖縄帰った人いますね。あの、これ、どんだけ辛い仕事かっていうのは、また別の動画でやるんですけど。で あの、これさすがにきつくなった時なんですね。この、えー、っと、これがね、ディスカウント店が閉店しちゃうんですよ。はい。あの、缶詰のツナとか買ってたんですよ。で、あの、箱買いで。で、それをね、オリーブオイルみたいの、ついてる。で、それをご飯に、自炊してたんで、ご飯に乗っけたりとかして食費を浮かしてたんですよ。さすがに飽きるんですけど、あれ毎日食ってると。で、 え近くにスーパーもあったんで、はい。あのー、おかず安いやつ買って、あの自分で自炊して弁当を作って、その <laughs>、冷凍食品 <laughs>。 一、えー、品ずつ入れて、あの、ハンバーグ、ミニハンバーグとか入れたりとかして、それを工場に持ってって、あの、食費部活してたんですけど、このル、重々ルーズ、ルールが崩れた時なんですね。閉店この、重々、30、重々、30って来て、ここ、10、ここまでは良かった。はあのーえー、7月に、ね、10入れてます。で、次の月、5しか入れてないんですね。十々じゃなくて、きつくなって5になったんですよ。これがこのぐらいの時期で。で、 その後もちょっともうちょっときついからちょっとここらでペースやめようと思ってて25、<laughs> 30のところ15に入れたりしてなんかいろいろでこの後ぐらいですかねなんか無理しないでなんか買いたいもんさすがにストレス溜まったんであのストレス溜まるんですよこれだけやってるとでこの時期がそのぐらいですねでこの後ぐらいでもう通称記入してないじゃないですかもう下ろすだけはおろしてるんですよで 何が起きたかというと、えっとですね、これ、モバゲーの課金で全部消えちゃったんですよ。あの、のんちのち。あの、セイントセイヤーのモバゲーがありました。あの、その動画アップしてるんで、あの、そのモバゲー時代のことを話しますっつって40分超えの動画多分上げてると思うんですけど、あのちょうどそれがセイントセイヤ、えーのモバゲーが、えー、流行った時期で、で、自分も 軍団持ってて J 軍っていうの持ってましたはい軍団でねかっこ J 軍かだから俺のハンドルネーム前はセイ聖光雷光じゃなくて雷光成功っていうあのハンドルネームでえー、YouTube やってたんですけど途中で JRA のセイヤに変えたのはこの この時に使ってたアカウント名なんですね。それが JRA の聖夜だったんで、途中で変えたんですよ。来航成功から JRA の聖夜に変えたと。あの、この流れで YouTube もね。あの、課金で消えたんですけど、それだけ重課金したと。で、その話はね、別の動画で上げてるんで、このモバゲー時代の話っていうので、そちらで言ってるかもしれないですけど。 あの130ぐらいはあの課金したんで、まあ、これに、これにあった額ですよね、はもう全部こっちに消えたという話です。まあ、良かったか良くなかったかで言うと、今で言うといい経験だったのか、この経験があったから今あるのかもわからないし、なんとも言えない時代ですね。はいえー、今回はですね、あのー、半年で100万貯めたっていう話でした。また イス時代のつらい、あのー、仕事内容とかはまた別の動画でやりたいと思います。